配信通知で目が覚めて、おはようございます。ごめんね、遅くなっちゃって、ごめんなさい。なんかメイク今日薄いなんでだろう。なんか最近本当にさ、メイクしてもしてもさ薄く見える。なんだろう、不思議だね。リップか。薄い方がいい。割と男性とかはね、そうだよね。男性ってなんで薄メイク好きなんだろう。やっぱあれかな、バチバチメイクしてたらちょっと怖い、ギョッとしちゃう。クマップありがとう、クマちゃん。ピシュナーラブありがとう、虹。ギャルっぽいのも好き、いいね。ナミありがとう、のどかありがとう、結婚してたくさんありがとう。頑張ってメイクしてくれた、あゆみさん好き。頑張ってって言うことやめてよ。なんかお話し会たくさん笑ってありがとう。こちらこそたくさんね笑わせてくれてありがとうね。歯磨くの第一。ミクセミ最高に可愛い、ありがとうね。純吉ありがとう、星さんありがとう。ツーショットの時のお顔完璧で美しかったです、ありがとう。一世めっちゃ弓仮名振ってくれてありがとうね。あゆみだけのまさみ、ありがとう、くまちゃん。お団子くまさんタワーだ、ありがとう、くまくま、ありがとう、くまちゃん。桜がなんかついてるよありがとう、まさみありがとうね。今日もオンラインお話会ありがとう、来てくれて。もうね、いつもたくさん楽しませてくれてありがとうございます。今日もありがとう、ありがとう。ビッグラブ、くまちゃんの位置、最新見てる人に寄って変わる。あ、そうなの？そうなの？本当に好き、マシマシ好き、マシマシ大盛りでありがとう。もっと増していただけるように頑張るね。好き、マシマシで。オンラインサイン、この前間ニックネーム入れ忘れたからリベンジしたい。いつリベンジできそうですか？二郎ラーメンを食べてきた、わーいいなー。じゃあ満腹だね。通信のあゆみ録画面にしたら可愛すぎて先に進めない。そう、録画面に、あ、レグルスありがとう、ペンギン。なんか録画面にしたよって言ってくださった方、今日結構オンラインお話し会でいて嬉しかった。録画面ってさ、一番見える場所じゃん、にこう恥ずかしがらずしてくれたことがすごく嬉しい、ありがとう。やったね、嬉しい。
張ってください。ありがとう。あにゃありがとう。くまちゃん、アイラブユー。くまちゃん、ありがとう。あんちゃんのお話が行ってみたいです。え、じゃあ今申し込み合ってるっけ。今合ってないか。申し込み始まったら宣伝するので、ツイッターフォローよろしくお願いします。いおりありがとう。ペンギンさん、あゆみのロック画面は、あ、ケンネありがとう。くまちゃんありがとう。あゆみのロック画面は月だっけな、なんか月かな、わかんない、なんか惑星、シルバーの惑星をもうシンプルなやつにしてる。なんかさ、自分の好きなやつとかなんかしたらさ、結構見られるというか。そう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 。ノーマルの月にしてます。スワローテイル、結婚してありがとう。初期設定なのかな、何にしたいとかある。でもなんだろう、結構ね、人とかそういう人間をロック画面にあんましたいと思わないタイプだから、なんかこう絶景とかあの神秘的な何かにしたいかも。あゆみの写真、好きな写真画像をシャッフルで出てくるようにしてる。何それ、そんなんできんの。キーちゃんにね、まあキーちゃんにしたりしてた時期もあったんだけど、ちょっと黄色くて眩しいからで結構ね、なんかロック画面って見えるじゃん、で黄色いとね、もう眩しいってなるから、ロック画面長寿インコと長男インコにしてる。かわいい。え、ルイルイありがとう。クマちゃんタワーだわ。ありがとう。クマクマタワーありがとう。ルイルイありがとう。ラブチラブチです、ありがとう。本当に嬉しい。眩しい太陽キーちゃん、そう眩しいよーキーちゃんは。ありがとうルイルイ、まさみ結婚してありがとう。 Thanks。マッキーいいことありそう、なんか金運上がりそうだよね運気上がりそう。あでも太陽くらい眩しい、マジ。どちらかというと月系じゃない。キーちゃん、キーポイちゃん、キーちゃん、キーちゃん、お久しぶり、大好き、絶対結婚ありがとう。お久しぶり、ツーショットで、ツーショ会でお久しぶりに会えて嬉しかったよ。大好き、Me too。 これからも来てね、ありがとう。今日スピンだったのに可愛いって言ってくれて嬉しかった。好き、え、めっちゃ可愛いよ。なんかバブかったね、すっぴんってバブ見ます。なんか男性の気持ちが分かった。やっぱすっぴんの女性見るとさ、男性の気持ち分かる。なんかすっぴん薄メイク好きとか、なんかそういう気持ちが分かるよね。え、てか赤ちゃん求めてんじゃないって思う、あいみマジ今刺さった。やせこのあさんありがとう。くま
まちゃんありがとう。プシュ気づいて怒ってしまいました。やっぱ赤ちゃんって可愛いじゃん。やっぱみんな赤ちゃん大好きだよね。なんか守ってあげたくなる感あるじゃん。すっぴんで外外出するとき夫に化粧しないのって聞かれるえ、それはあれかもね、あのこう日焼け対策としてかも。こう外出たら焼けるし。アイラインバチバチ赤ちゃんあんまおらんかも。確かに。でもなんか赤ちゃんがこうバチバチにこうなんかアイライン引いててもなんか可愛いよね。こう強がってる感じが。アイラインバチバチ赤ちゃんどんな赤ちゃんだよびっくりする解釈優しすぎて。アイライン濃いの好きね。アイライン濃いとさいいよね。将来有望株。トッポギありがとう。結婚してたくさんありがとう。アイミン見ると元気出ます。やった。元気出して。元気出してね。もう今日は日曜日か。アイライン濃いアイミンも好き。本当もう真っ黒になってる時あるけどね、目が。アイライン長め延長ラインむずい。アイミンのコメントなしインスタ好きすぎなんかなんてしてコメントしよっかなって、なんかうん何もしないのもいっかと思ってしてなかったりする。最近はしてないね。今日いちご狩りのアイミンのお気に入りのいちごないハウスで泣いた。いちごなかったの？嘘。あ、カイト、え、ありがとう。うわ、桜タワーだ。え、ありがとう。桜タワーありがとう。カイト今日はありがとう。オンラインお話し会ありがとうございます。ありがとう。髪型もねイメチェンしててすごい良かったよ。ありがとうございます。本当に嬉しい。お誕生日もおめでとうね。ありがとう。今日ありがとうございました。こちらこそありがとう。嬉しい。ハッピーバースデーカイト。ありがとうございます。こちらこそ。濃い緑ないハウスなかったの？もう食べられ尽くしたってこと？悔しい。お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。素敵な一年にしてこうな。優しい。お誕生日おめでとうございます。言ってくれてる人優しい。お誕生日ね、祝われるとやっぱ嬉しいよね。いや、お誕生日の時とか期待しちゃうもんね。誰から来るかなとか。何人から来るかなとか。ありがとうねおめでとうございます。おめでとう。
そう。ハッピーバースデー。期待しててね。期待しちゃうよ。あい、まだまだだけど。2ヶ月後誕生日なのでみんな祝ってください。じゃあ、あいみもあと5ヶ月後ぐらい、誕生日5ヶ月後が誕生日なのでぐらいが誕生日なので祝ってください誰か。もうね、こんなん言ってたらね誕生日の価値がなくなっちゃう。私来週なのであいみさんよろしくです。めでたい、こちらこそよろしく。のんのん、わたる、え、ありがとう、くまちゃんありがとう。今日オンラインお話会ありがとうね、来てくれて。舌打ちしてない、してないよ、してない。あ、カイトありがとう、星さん。キラ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 ー。チッチッチが舌打ちに聞こえて。もう年を取りたくない。ねえ、やっぱり。そうなるよね。クマップありがとう、虹。なんかそのさ、年を取りたくないって気持ちがあったらさ、お誕生日お祝いされるのもさ、なんかあんまり、なんかこう、まあ、嬉しいけど昔ほどイエーイみたいな感じのはなくなるのかな。それも久しぶりにゆっくり見える。あ、よかった。ちょっと今日はまったりと、ちょっと久々、え、ツーショット撮影会が終わって一回ショールームしたっきりかな。カイトさんに便乗して祝ってもらって幸せ。みんな優しいね。はじめまして、いきなりですが押していいですか。いいよいきなりすぎる、嬉しい、いきなりよろしくお願いします。20と21ってなんかちょっと違う、やだ、なんか違うよね、なんで、なんでだろう。ヤッシーありがとう、くまちゃんありがとう、くまくまくまありがとう。確かにね、でみんな年取るからね、同じように置いてく。セッキーありがとう、星さんキラ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 。あ、カイトありがとう、キラキラ、星さん。置いてく、ケンネありがとう、星キラ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 ン。昼の配信見えなかったから嬉しい、やったー。そう、昼ね、なんかね20分くらいちょっとだけしかできなかったんだけど、そう
実年齢なんてただの記号だよ。記号か。そうやって言い聞かせるしかないね。そうだね、のいみさんのサイン会あってたね。今みんな配信してる、してるんだ。そうだよね。あ、ありがとう、結婚して、ありがとう、キュン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 、どうしてん、キュン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 、ドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥルドゥルドゥルドゥドゥンドゥドゥンドゥルドゥンドゥンドゥドゥンドゥルドゥンドゥンドゥドゥンドゥルドゥルドゥ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 ンドゥンドゥルルンドゥルルンドゥルルンドゥドゥンドゥルドゥ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 ン。今週の NIG フェス行きます。よろしく。あ、よろしく、こちらこそ。28日?4 年ぶりくらいにキュンとコールして気する。4年ぶり?やばみ。結果美人。やばい。歌ってって言われるとやばいね。なんかカラオケとか全然行ってないな。代わりに歌っておきます。どうぞ。久しぶりでも覚えてくれていて嬉しかった。覚えてるよ。あゆみ様が呼んでくれた。あにゃ、まとめしたいんですけど、尊かったし大好きすぎ、大好きだと。何それ、カラオケ行きたくなってきた。確かに。パンありがとう、 I love you、 ありがとう、くまちゃん、たけありがとう、たこちゃん、まさみありがとう、かわいいギフトたくさんマミ。一人カラオケね、まあね、結構するっちゃするけど、最近はカラオケに行けてない。マミに大学応援してもらったから頑張るね。頑張って。インスタ完全にあゆみだけの赤になってる、ね、コメントめっちゃしてくれてるよね、嬉しい。プリバンボン、プリバンボン、プリバンボン、インスタのストーリー全部スクショしてすごい。それはあゆみがインスタのを更新した瞬間スクショって感じ。インスタ DM なんかね見れないんだけど、なんでだろう、なんか見れない。
インスタのメンション、インスタ4年放置してたからこれを機に回復復活させました。え、マジありがとう。4年もいいね。でも SNS にとらわれてない人いいね。リクエストに入ってる。マジか、脱 SNS する。いや SNS ね、すごい、いやいいところもたくさんあるんだけど、 SNS してない人ってマジで絶滅危惧種だと思う。でも楽しいよね SNS、 やめらんないよね。ズブズブで泣いちゃった。それは確かに貴重なね。わかるよ。あゆみの通知来たら飛んでってる。よろしい。ありがとう。SNS やめます。やめないで。じゃああゆみのあのインスタとかツイッターとかショールームだけだったらよし。最低すぎる。TikTok 時間なくなりすぎるねえ。 TikTok やばいね。 SNS やばいよね。一回さ、じゃあちょっとアルプスのハイジのどこだっけ、アルプス、アルプス山、うん、アルプス山脈、山脈みたいなところにこうあのスマホを持たずポンとされたら、そう山奥とかにねされたらさ、生きていける、スマホないの。あみちゃんが、ね、連絡先消してきます。いいいいねそれ、めっちゃ安心。アルプスの少女ハイジ、アルプスの天然美ハイジと混ざる。携帯と距離を置く時間は作ったとって、結局アニメとかドラマ見てるからノーメディアでとか無理。そうなんだよね。デトックス、デトックスしたいよね。リンガリンガヘイ、ブランコ2日で飽きる。ブランコ楽しいよ、ブランコ好き。あー頭いるなら。あゆみでもマジでつまんない人間だからさ、面白い話とかもできないから、シーンってなっちゃうかもしれない。本読むしかない。あ、いいね、本読むの。本読むのとさ、スマホとかそういうデジタル系をずっと見るのってどっちが目悪くなるんだろうね。わかんないや、どっちなんだろう。どっちのコーナー始まっちゃった。デジタルなの？でも本もさ目悪くなるっていうね。無言の時間も幸せ。確かに無言の時間を耐えれる、沈黙耐えれる人じゃないと意味はね、ちょっと割とそういうお友達とかもそういう子が多いかもしれない。無言のシーンみたいな。なんかシーンってなってて、なんかそれをなんか気使われて話されるのもなんか嫌かも。嫌というか
頑張んなくていいと思うタイプですね。無言居心地いい人好き、わかる。はい、一応共有できます。ちゅ、いつも騒がしくてごめん。いや好きなんよ、騒がしいのも好きなんだけど、なんかそのさ、人ってさずっと騒がしいわけではないじゃん。よく寝るから大丈夫。親となら無言、話して。次のミングに取れたら無言貫こうかな。やばい。いいよ、それ付き合います。私結構一人で喋ってるけど気にしないで。独り言か、独り言ってさ、脳内で独り言を喋るタイプか口に出すタイプかで分かれるよね。割とね、あゆみはね、脳内でずっと独り言言ってんの、ずっと喋ってる頭の中で。無言、寝てるとき静か。そう、みんな寝てるとき静か。無言で痛いけど空気が重くなってくるときつい。あー、重くなってるって感じる。花粉やばい。大丈夫、花粉。いや、こっちか。いや、あの時これしとけばなみたいなの脳内で、そう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 、普通に喋ってる。怒られてる時とか頭ん中でずっと反抗してる。頭ん中で。かわいい、かわいいね。いや、怒られたら、まずなんか真っ白になるかも、頭が。えってなる。喋りたくても伝わんないから。向こう日本語難しい。いや、日本語むずいよね。日本語まともに喋れたことないかも。脳内で思ったことすぐ口に出しちゃう。出ちゃう、いいよ、素敵。言うこと多いとき独り言が増える。確かに。怒られるときはこの後何食べようかなと思ってる。のんき、いいね、強い。あゆみちゃんにちゃんと伝わってるかいつも不安になる。 IF なんだっけ。なんだっけ、なんか不安になる MBTI なんだっけ。たけ、ありがとう、くまちゃん、シュー、ありがとう。ポジティブシンキン、あ、こっちゃでもありがとう、ニコペンギンさん。 INFP、 あ、それ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 。INFP ではない、全然 INFJ です。
あ、当てたいって言ってくれてる人いたのに言っちゃった、答え言っちゃった。私は ENFP。 え、当たってる、やったー、すごっ、当たったのすごない？ INFJ。 なんかさ、YouTube とかさ、なんかあるじゃん、なんか何々を言われた時の反応 MBTI で、なんかそれぞれ違うみたいな、それのなんかモノマネみたいなやってる人めっちゃ面白い。こう INFP だとこうとか、 INFJ だとこうとか。INFJ ってどんなだっけ、調べて。そういうのめっちゃ好きで見ちゃう、わかる、めっちゃ見ちゃう。あみも、INTP、 INTP ってどんな、マジで信じなかったけど、アイのこと知りたすぎて INFJ まとめとかめっちゃ見ちゃってる。え、見たの？なんかさ、でも全部が全部合ってるわけじゃないけど、なんとなく合ってるよね、そういう MBTI 診断。あと MBTI 診断の問題にもよる気する。なんか難しいさ、 MBTI 診断のなんかクイズみたいなやつあるけど、なんか理解できず、なんとなくでこう回答してったら全然違ったりすると思う。 ISTP、 あゆみさんと相性いいらしいです、よろしくお願いします。あ、よろしく、よろしくお願いします。私さ、あゆみと考え方も全部真逆で激突しやすい、衝突しやすい。え、関係ない。でもあい、え、結局さ、みんながみんなそんなさ大きく分けられたさ、あれじゃなくない？あの性格、人格じゃなくない？絶対みんながみんな一緒なわけないから大丈夫でね。性格、性格とかなんか変わるじゃん、考え方も生きてたら。意外と日によって。そうだね、おすすめついて今全部 INFJ 関連で無理。待って、めっちゃみのこと好きじゃん。嬉しい、めっちゃ。INFJ あゆみのやつは自分のことをめっちゃ好きな人はめっちゃ好きみたいなちょろいやつなんで、そこのとこよろしくお願いします。愛か E、 確かに愛か E でね、分かるよね、結構内向的か外向的か。大好きだよ。大好き。みんな大好き始めてんの、やばい。大好き、大好きはね、大好きで返す。みんなちょろい。私外交的な E、 E っぽい。いい、余計で怖い。でもなんか E の外交的な方もすごい憧れるな。慣れないからさ、羨ましい。楽しい MBTI 診断。愛してるよ、好きすぎて好きを伝えられないタイプですけど好きです。やった、好きいただきました。あとじっくり調べる。
ね、やってみて MBTI 診断。仕事中は外交的。え、そんな変わるの？仕事中とかで。すごいや。一度有権なんてウェイウェイしたいね、ウェイウェイしてみたいけどさ、多分さ内向的な感じの人がしたらちょっと違うって感じになりそうなんだよね、悩みとかしたら。自分は自分、それはそう、自分は自分。こんなん頑張ってもいいですからね。仕事中性格変わる、仕事中性格変わる、なるほど、そういうのあるんだ。明日のサイン会もよろしく。そう、明日もサイン会やる、イエーイ、楽しみ。韓国に書く MBTI おみくじあった。すごい、 MBTI 引く感じ、そんなんあるんだ、すごっ。住んでる。まゆみさんと話す、しゃべるの安心するから、お話一回緊張しなくなったよかった、安心してくれて嬉しい。精神安定剤。ライブ後とかやったら外交的、確かに。ちょっとアドレナリンで。明日もより幸せ、明日サイン会行く。お仕事中演じてる、えらい、イエーイ。酒飲んでベイビーして次の日内向的な、私恥ずかしくて辛いを繰り返すのやめられないやめられないか。仕事だと人と喋れるのに、普通だと喋れません。明日の選挙よろしくね。もう一人の自分だと思ってる、仕事中。おー、かっけえ。明日の選挙私の話されると思います。 OK。今年のコナンの映画が家で爆破あります、助けてください。え、爆破。ひさちゃんありがとう、結婚してありがとう、結婚結婚 Thank you。 営業なので無理やり E になってるMBTI のね、一番のねところね。基本いつもウェイウェイ系です、ぽいぽい、わかる仕事中怒りやすくなったり余裕なくなる、余裕ある大人になりたい、わかる、余裕ある大人かっこいい、なれる、余裕ある人間になれるためにはどうしたらいいんだろう。まゆみ最近映画見ましたか？なんかね、今ね見てる途中のやつならなんかありますけど、名前忘れちゃった、ちょっとアメリカの映画なんだけど、すごい世界観が好きで、また見終わったら言うね。映画ではないけど、あれ見てる、アマプラで、なんかアニメみたいな、外国のフェアファックスっていうアニメみたいなやつを見てます。フェアファックスだっけ、まあ、余裕あるように見せてるかも冷静をあれするのちょっと得意かもしれない。マイリストぶち込みます、やめて、ぶち込む洋画好き、洋画めっちゃ好きです。いやでも日本の映画も邦画も好き。 I mean 本
当大人だなと思う。年下だけど憧れる存在、嬉しい。全然大人じゃない、ガキ。三体ってドラマ何それ。なんだっけ、なんか話そうとしてた。フェアファックスって面白い。面白いよ。中国の SF、 簡単に言うと宇宙人が迫ってくる話。わあ、ファンタジーだ。ベイマックスなら知ってる。ベイマックス、ああ、ベイマックスね。わからん意味も。映画せっかちすぎて待てない。じゃああれしなきゃ、再生速度上げなきゃ、2倍ぐらいに、倍速で。確かにこうもっとね早く見たいっていう人もいるし。映画館ね、行かない、マジで全く。待ってます。その映画館で上映されている映画がアマプラとかネットフリに入るであろうと待ってます。いずれ入るだろうと。わかる、仲間。家でゆっくりね、わかる。でも映画館で見たらこう集中できるよね。トッシーありがとう、くまちゃんありがとう。クマプ、ありがとう、クマちゃん。クマ、はん、パン。一人で見るのもいいね。今アマプラでタイタニックの、タイタニックがね入ってるよね。なんかすごい、タイタニック名作。あ、ロミジュリも入ってた。ロミジュリね、まだ見れてないんだよね。あのロミジュリ大好き、おすすめします。見る、おすすめなんだ。ポップコーン食べるよ。スペラの髪型わかんない、何するんだろう意味。衣装によるよね。タイタニック出てるよ、アマプラ。ディカプリオさん、そう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 。映画、洋画好き、それとも邦画。え、どっちも好きなんだけど、なんか見てる割合的には洋画が圧倒的多いかもしれない。でもどちらも好き、どちらの魅力もある。すごく緑以上わかんない、まだあゆみも
ツインテールね。ツインテールしたいな。ハーフツインしたいな。アイミンのポップコーンの味濃いとこ全部あげたい。やった濃いところ好きめっちゃ。クマちゃんの髪、あ、クマちゃん可愛いよね。クマね、クマヘア。キャラメル派、キャラメル、まあ、塩も美味しいんだけどね、キャラメルかな。キャラメル、うん、キャラメル、キャラメルかも。洋画本当にハリーポタとアバターしか見てない。でも定番だよね、アバターとかね。吹き替えと字幕ではどっち、なんか吹き替え派。なんか字幕も一時期頑張って見てた時期もあったんだけど、すごい目が疲れちゃって、なんか目がね結構そうしんどかったので吹き替え派ですね最近は。ポップコーンあげる、わがまま言うな美味しいでしょ。三つ編み、あ、みたらし、あ、みたらしかわいい。あゆみさんともっと話したくなってしまった。シングルの時対夜です。対戦よろしくお願いします。映画館行ったら眠くならないな。ならないよ寝ちゃう人たまにいるよね。もったいないなと思う。映画始まる前に食べ終わってるえ、マジ？それ S サイズだからとかじゃなくて、韓国ドラマね、あんまりね、なんか見入れてないかも。トシありがとう、 I love you、 ありがとう。ライブ見てて眠くなる時ある。ちょっとちゃんと見て嘘でしょ。ちょっともっとね、うちらが頑張るわ。全然 M、 映画前に食べちゃう、相当お腹空いてたとか。映画見なくても映画館のポップコーン食べたくなる気持ちよかってくれているかなあゆみ、それしたことある映画見ないのにポップコーンだけ頼んで友達と食べたことあるやったことある。違反かな。めっちゃお腹いっぱいになった気まずいよ、かなり。映画館の人何回も前通るし、なんか椅子みたいなところに普通に座ってむしゃむしゃ食らいついたポップコーンに。映画館のポップコーン美味しいんだよね。チョロスか、いいね。ホットドッグ、コロネツイン頑張ってみるね。コロネツインってなんぞや。え、席ありがとう。え、桜タワーだわ、ありがとう。桜タワー、わしゅわしゅい桜ありがとう。桜タワーありがとう
ポップコーン食べる配信。なんかね、自分がね、なんかを食べてるところあんま好きじゃないんだよね。なんか汚い、なんか自分が。ありがとうね、セッキー、今日もオンラインにも来てくれてありがとう。これからもポップコーン食べに行きましょうね。もうね、食べることばっかダメだね。食べに行きます。キッチェン、トリオポップコーン、トリオポップコーンとかあるの？PC ジャパン、この活動を支援しております。ミシス、お寿司めっちゃね食べてたよね。もうさ、なんかね、あのイコノジョイチャンネルのあのお寿司のを2周年の話をしながらお寿司を食べるあのあったんですけど、それ動画がね、でももかゆうかあゆみ前だったのね。で、あのももかとゆうかがもうガンガンなんか2周年の話をもう全部話してくれてて、で後ろの方で舞とあゆみでもうむしゃむしゃね、お寿司食べに来ただけの人みたいになってた。もうね、でもももかとね、ゆうかもあの動画終わった後とか、あの残ったお寿司をスタッフさんと一緒に皆さんでいただきまして、美味しく、もう残さず全部食べました。本当に美味しかった。だからしょっぱなから結構お腹空いててむしゃむしゃ食らいついちゃったから、逆にカメラ回ってなんかカメラはいカットってもうなったら食べてないのよあんまり。とんかつまんじゅう、ありがとう、くまありがとう。ほぼももちゃんとゆうかちゃん喋ってた。そう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 、なんかただ食べに来た人だけみたいになってた。ポップコーン床に落としたことある？あゆみもあるよ。そりゃ誰だってあるでしょ。映画館でポップコーンを床に落としたことない人いないでしょ。あのお寿司やばかった。ケンネンありがとう、めっちゃ可愛い、ありがとう。もうお寿司美味しすぎてやばかった。もう目の前で握っていただけることなんてもう本当に人生初でしたね。あみのスタッフさんへの感想泣いた。マジ嬉しい、ありがとう。美味しいお寿司食べたい。そう、お寿司めっちゃ食べたい。お寿司食べたいな。今日スシロー行って、うわいいなー、お寿司ロー、寿司ロー、今日夜お寿司食べた。みんなお寿司食べすぎ。寿司味のポップコーン開発する、やってみて、バズるかも。寿司テロやめて、それな、やめて、寿司テロ。初お話会美しすぎました。ありがとう、初お話会に来てくれて。なんかお話会本当にすぐ切れちゃって、もっと話したいのにってなっちゃうので、また来てくれたら嬉しいな。絶対来てね。個人的には大トロガーの時のポーズが嫌なすぎてエンディング待って
めっちゃ細かいとこ見てくれてる。大トロ中トロ美味しすぎた。あと大トロ中トロハマチカニエビウニ、ウニもめっちゃ美味しかったし、イクラもう本当に全部やばすぎた。今日話しかねえかったね。6枚長すぎて話すことなくてすまん。話すこともっとあるよ。全然もっともっとあるでしょ。ウニ美味しすぎた。そんなこと言われたら枚数積んじゃう。いっぱい話そう。いや、おいしい。マジ美味しそうだ。あれやばいよね。あれ神企画やばすぎ。毎回話したいなくて顔枚数増えてく。あゆみ沼、沼、沼、沼。無言怖くて数枚でしか行けない。だからそのさ、沈黙をさ怖いって思うのやめよう。なんか沈黙もいいよ。映画トークしたくなってきたからお話し会取るか。話そう。映画沈黙も愛すよ。沈黙も愛そう。自分の誕生日当日にまとめとるからたくさん話そうね。話そうね。お話しよう。わたる、ありがとう。 I love you。 ありがとうこまちゃん。 Thanks。無言の時間気まずくない？いい、あんまり思わない。気まずいって。ナーラブありがとう。キラキラ星、キラキラ。次の話し会何話そうかな。ドキドキ。めっちゃ食ってる話しようとしててもいつも緊張して忘れちゃって。緊張すんな、かわいい。自分でなあ。ありがとう虹、虹さん。にらめっこするお話しかいいやん。にらめっこ毎回ヘラヘラして終わり。楽しい楽しい。ヘラヘラタイム。こっちは気まずい。気まずくない。無言はループするときにやる。ループ。にらめっこ強いかな、あゆみ。先追い残った。強い。残った残った。タイミングで見つめるとかやったけど、アイミンの返し1秒も持たなかった。本当に
や普通に照れたくないから喋ってんだよ照れ隠し、真顔でもこっち笑ってしまうよく笑うもんね。レグルスありがとう、 I love you クマ、ありがとう。もうツーショットいけなかったから、次のお話し会は見つめ合いしたい、しようしよう。だわらでフラジーもう失敗なんだよフラジー、トシありがとう星キラキラン。ショウありがとうクマ、ありがとうくまちゃん。フラジール、あいみょん笑わせたい、笑わせてみてあいみょんさ、笑いのツボってマジでさ変わってるからね、むずいかも。純吉ありがとうペンギンちゃん、キイちゃんのソロステージやばい、キイちゃんのソロステージ誰が来るあみちょっとゲストとして出ます、笑い出したら止まらない、なんか笑うモード入ったらもうずっと笑ってるかも。キイちゃん最善管理するやばい、最善管理キイちゃんだよ。キッポコちゃん、キイちゃん人気、キイちゃんキイちゃん、キイちゃんでも可愛すぎるからな、なんかちょっとステージと客席ちょっと離さないと、あのもうキイちゃん可愛すぎて客席からステージに走ってキイちゃんに抱きつきに行く人あのいっぱい出てきちゃうから、ちょっとステージと客席を離すあれ起こしちゃう、なんだっけ、なんかさ可愛すぎるとさあーみたいになるやつ、なんだっけ、キイちゃんのファンさ、すごそうキイちゃんのファンさ気になる、威嚇キュートアグレッション、それ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 です、キュンシキュートアグレッション、キイちゃん本当に可愛すぎる、本当にあの今日もいっぱい遊んだ一緒になんかねすごいね噛んでくるんだよね、最近なんか耳引っ張られるんだけどキーって引っ張られて痛いんだよね最近、ちょっと気が強すぎてびっくり、他のアイミでも
回のシングル。いやー、あいみよりかなりいってますね。ひーちゃん、ギボギボひーちゃん、ギボコひーちゃん。チュ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 キーちゃんチュ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 キーちゃんに噛まれたか。ファンサ噛み、やばいよね。ファンサちょっと安売り しすぎないようにと言っておきます。キーちゃんだキーちゃんだ。噛まれて割りついてめっちゃ痛い。もうね、痛すぎる。びっくり。なんかなんかね、最近本当に痛くて、なんかニキビとかあったらすごい、それをちょっとなんか鳥の餌に似てて、そのニキビのなんかこう小さい、ニキビって小さいじゃん、なんか小さくてちょっとこう赤い感じが鳥の餌に似てるから、それを噛んでくる餌と思って何でも食べようとする。キーちゃん、そういうこと、そういうこと。どこ、なんか最近耳引っ張られる、普通にくちばしでなんかちょっとね、赤ちゃんの頃は本当にまだね、噛む力が弱かったんだけど、すごい甘えてきてたし、なんかもう最近はもうね、大人になってね、キーちゃんもシード派、そうだよ。キーちゃん気合いにはかなわん気合いか。肩乗ってると耳がちょうどいい。そう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 ね、ちょうど肩にくるからね。キイちゃんもあゆみにキュートアグレッションしてるんだよ。あゆみにあゆみにキュートアグレッションはやばい、絶対してない。なんかすごいあれだと思われてる。多分キイちゃんがもう自分のことは多分女王と思ってるからさ、スリーショットくださいかやばい、面白すぎ。あ、ビブスやっと買った、ありがとうビブス。やっと持ってそうだけど持ってなかったか。ビブスね、来て、ツーショット会に来てくださった方もたくさんいてね。ビブス、ならばありがとう、お団子ありがとう、たくさん。キュートアグレッションか、キュートアグレッション。ニアジュサングラスいいよね。え、ガチニアジュサングラス、サングラスっていいよね、好き、めっちゃ。最近我が子がワイの髪の毛可愛すぎて、可愛い可愛いよね、もう親バカになるよね。
今日お話かありがとうね、用事があったからちょっとでお話し返したけどからびっくりさせちゃったかも。全然大丈夫。やっぱね、お話し会のいいところはいろんなどんなところでもできるところがいいよね。ナインミーさん好きなお友達がナインミーさん持ってるから、あ、サングラスね、伏せて写真撮ったら、え、めっちゃ可愛いと思う。あーそのグラサンショットずっと待ってる。待っててね、 GR かしら。グラサンショット、初めて外で言ったけど周りの音って結構聞こえてる。あんまり聞こえなかった外でやるとき電波が心配。確かに確かに。感じ読めなかった。そう、え、作ろう、作ろうって読むの。じゃないか、あゆみにさん、ニラジュサングラスつけようかな。え、いいじゃん、つけて。アイコンにサングラス追加します。アイコンにサングラス追加する人増増小中ん増加ちっちゃい子いっぱいいたんでこっち走ってきた、どうしよう、心配だった。ガーって走ってきたらみんなでオンラインお話し会今日のお話からセックスがあったでしょすまん、全然匂わない、全然大丈夫だよ。みんなでイエーイフレンドリーな感じで。サングラスまみれ。はじめまして、はじめまして。サングラスまみれ発生しちゃう。暑い日繰り返されてる。やばい、もう覚えてない、やばい対面ジロ行った後行ったしな、全マシだし全然匂わない、マジで分かんなかった。みんなラジオ聞いてくれててめっちゃ嬉しい。嬉しいな、テキ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 、タタ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 タン、山に見返してるね、見返させよう。マジ面白い、え、嬉しい。いやー、だいぶ緊張前よりはしなくなってきた、やっとって感じなんだけど、1対0。そうそう、ラジオで、そう、あのあゆみがね、あの今時でフルフナイトパート2っていうあのラジオで、あのなんか
あのね、漢字がねちょっと読めない。なんだっけ、立地、立つって書いて地上の地を陸地って呼んだので、それがあのそうだよねで立地を陸地って呼んで、なんかちょっとあのえってなって、そうバカがバレまして、ですごいあのいじってくださって、でそれをこう聞いたリスナーの方がちょっとあのお便りでこう漢字のクイズをね、あの3問ぐらい、すごいあの4文字熟語をこう、例えば一つ追いかけてたらなんか何個かこう手に入ることができましたみたいな、こうそれは何て言うんでしょう、漢字4文字でっていうので、えそれはさ、まあさ、あのあゆみは結構すぐ分かったの、あの一石二鳥ってなんか分かるじゃんそれはそう、でもすごい漢字をいじってきたあの山下さんが分かんなくて、あのそこで見返すことができたっていうあれですね、お話ですね。ね、いや漢字でも本当にむずいよね。一石二鳥だけでマウント取るのもやばいか逆転。あとそのそれ以外の2つの問題は分かんなくてそれだけ分かったんだけど、それがでも嬉しくてちょっとどやっちゃったね、あの時は。なんだっけ、あと2つのさ問題がねめっちゃ難かったんだよね。もう聞いたことなかったぜひラジオあのー聞いてください。今時ズブズブナイトパート2は夜中ね1時半からやってるラジオですので、火曜深夜25時半から MBS ラジオで、はい、ありがとうほんとに。でもまあでもね、知ってて損はないし、かっこいいよね分かったら。今日ハイウェイウォーカーのあいみんの会の流れでドライブしてきた。嘘、あのあれですごい嬉しい。でもいちごとか、一旦いちご狩り、感じ強いメンバーに味わい、でもみんな強そうだよね、頭良さそう。誰だろう、優香とか完璧そうじゃない、今に今つ。山がひどかったねアイス弱かった、思うか弱い。この頭良さそう
いや、頭いいよね。美月とかもなんかできそう。あ、学生さんならね、なおだからね、確かに。わかる。あ、確かに葵とかももうめっちゃ頭いいと思う。はい、制服ディズニー行こうよ。制服ディズニー、もうコスプレになっちゃうじゃん。悲しくない？もうコスプレなの、やだ。レノンどうだろうね、意外とでも頭いいかも。私コスプレしよう、23歳女と。まだまだ大丈夫で、涙止まらん、現役現役。コスプレ、自分現役と思い込んだらいける。マイさんも学力系、マイマイどうだろうね、マイティどうだろう。ハロウィンの時 JK コス、あ、平成みたいなメイクのやつ、あれね、夏いな。そんな服装でディズニー行くんだよ、ジャージ動きやすい服で、すっぴんで一人で行きたい。動きやすさ重視。そうだよ、だってディズニーだったら、まあ、まあ激しいアトラクションに結構乗るから、服がこう破れたりしないかっていう、服にこう、何があってもね大丈夫ないように、ガチで。そう、結構ガチで戦いに行くって感じ。キャラクターとかを見に行くんではなく、自分がそのアトラクションの世界に入り込むみたいな、割とガチだからね。ノリが悪かった。参考になります。割と結構ガチなので、いやでも激しい、ジェットコースター系、こう落ちる系が苦手だから、インディ・ジョーンズがめっちゃ好きとか、セント・オブ・ジアース、せめてとかが好き。苦手、なんか苦手、ちょっと冒険系なアトラクションが好き。そこまでめっちゃ怖いわけではなくみたいな。回転系楽しいよね、楽しい。セントブチアス最後に出てくるドラゴン怖くない？怖いし、ドラゴン出てきた後もめっちゃ速くなる、速度が速くなるのもめっちゃ怖い。もう目が開かなくなるし。インディで置いてた傘吹っ飛んでった。どこ行ったの？スペースマウンテン、2027まで停止。スペースマウンテンめっちゃ怖かった。めっちゃ怖かった、スペースマウンテン。
海底2万マイル子供と行ったら楽しかった。海底2万マイルめっちゃ楽しい。好き。タワテラ3回乗らせた時絶望で声出なかった。タワテラまだ乗ったことないんだよね。怖そうでちょっと人気だし、なんかいつも乗らない感じで終わっちゃう。スペースマウンテン好き。すごい。ダッフィーシェリーメイス大事にしてる。かわいい。大切にしてる。かわいいね。タワテラ周回してたら夜になってたことある。めっちゃ好きじゃん。タワテラおもろい。本当いけそうな気がするんだけどね。乗ってみないとわかんないや。やっぱ実際乗るのとあれじゃ違うし。パレードね、なんかね、一回見たことある。お友達にパレード楽しいよって言われて、それがしかもちょうどソアリンを乗り終わったで、外に出たらもうパレードやってて、なんかさ、ソアリンってさ最後ディズニーシーに戻ってきて花火打ち上げられたりしてるじゃん。でそっからのソアリン終わってこう外に出て、本当になんか花火バンバンってなってて、すごいなんか感動した出席だった。最高な流れ。フライングダイナソー好き。もうフライングダイナソーね、怖い。本当に怖い。いけそうな気がする。あると思います。あると思います。ディズニー行きたい。行きな。パレード誕生日シールつけてるとキャラみんな言ってきてくれるから好き。え、すごい。そんなのあるの。ソアリンと美女と野獣どっちも並び好き。確かに。なんかランドの方が女子が好きそうかも。お姫様とかそういう感じがする。でC はちょっと感じ。戦いに冒険みたいな。ソアリンめっちゃいいよ。ソアリン怖くない。あんまり怖くないかも。あらら。 C の池大好き。わかる。めっちゃ綺麗。旅行に来たみたいな感じだよね。トイストーリーの射的やったことないの、まだ。ティムもありがとう、タコ。上海ディズニー行ったことあるけど、東京まだ行ってない。あ、上海ディズニー行ってみたい。え、中国だよね。Cの方が好き。タワテラを除く。上海ちょっと待って上海、上海知ってたね。上海ディズニー、そう、行ってみた。めっちゃ気になってるアトラクションがあってえ、でもさあ、そうか、上海、上海、わかるわかる。いや、今一瞬上海かなと思ったんだけど待って待って、上海ディズニーね、めっちゃ動画一時期めっちゃ見てた本当に見てて、あれがなんかさ、バイクみたいなさ、ブルーの乗り物あるじゃんそう、なんかそれが乗り物、怖そうだけど楽しそうだなって話入ってこん聞いてちゃんと。仕事中だから笑わせないで。仕事中に見るな。見てもいいけど。上海ディズニー行ってみたい。上海
上海ディズニーのパイレーツ・オブ・カリビアン乗りたい。めっちゃねリアルなの、何回も動画で見てる YouTube で。わかる？そう、日本と違うんだよマジで。全く。あと何があったっけな、いろいろね乗ってみたい。ある、上海もねいいんだよね、アメリカもいいしね、全部制覇 したい。まだおもろい、ありがとう笑ってくれて。シャーナーやばいな。海外ディズニー行ってみたい、めっちゃ行ってみたい。フランスにあったっけ、え、カーズ乗ってみたい、わかる、あのアメリカのカーズ乗りたい、カーズのアトラクション、やばい、行きたすぎる。ロサンゼルス、え、ロサンゼルス行ったの、ロサンゼルス、ディズニーワールド行きたい、パリも、やばい、いっぱいありすぎて。韓国のロッテワールドも行ってみたいんだよね、楽しそうだった。国境もねいいよね。いやー、ディズニーのアトラクションが好き、結構。はじめまして、はじめまして。違う違う、北京じゃない、そうそう、北京北京、知ってる知ってる知ってたんだけど、違う違う。えね、ひどくない、裏切り行為。え、それさ、でもずるいよ、裏切り行為だよ。なんか鍵括弧されるとそれが正しいみたいに思っちゃうじゃん、こっちは信じるじゃん。ガチでもう本当にそれはない、ない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 、ひどいよそれ。北京ね、北京、北京もいいし、本当に海外行きたくなってきた。ひどい、変てるしてる。あみ信じすぎるから詐欺気をつけて。あみほんとさ、ダメだよね、なんかもうバカすぎて。ちょっとしっかりします、そろそろ。パスポート使えますように。はい、ちょっと不安だな。みんなより先にあみハワイ行っといて、ちょっと勉強しとこうかな、ハワイの。変なツボ買わないで、買わないよ、何でも信じそうで怖くなってきた。ちょっと不安にさせちゃってる。北海道わかるよ、北海道そのままでいて、かっこうちは。そのままで、いや、てか成長できてないからやばいんだよね割と。いやー、やばいね、ディズニーとかいいよね、海場とかね、いいよね、楽しいよね。あのごめん話変わるけどさ、イコノイジョイパズルのランキングをね今日今から読みたいと思うんだけど、そろそろ読んだ方がいいと思う、時間的どうだろう、何分ぐらいかかるかな。
5分ぐらい日頃の感謝の気持ちを込めて。5分ぐらいか、5分だったらそうだな、5分か、100位からだって5分、5分以上かかんない100位って。え、これイコの一瞬一発ってさ、マッチング、え、ファンのことでできるの？どうなんですかね。できるようになったの？え、いつから？え、できるらしい。すごいや。誰か、え、マッチしたことあるの？すごい。じゃあ、いつか戦おう。いつか、いつか、じゃあしますか。23時になって太陽よう思うかな。いや、面白い。この YouTube パーツめっちゃ楽しいね。本気で戦おうな。戦う時は本気ですガチで。え、誰か他にメンバーとマッチしたって方いるんですか？不倫しません。怖い。じゃあランキングを読もうかな。成人さんとマッチした。すごい。有名人。すごすぎ。じゃあランキングを読んでもよろしいですか。イコノージュパズルのランキング読みます。10位、読みます。10位じゃない、100位、ミレナ。99位、トーカ。98位、リン。97位、シリウス。96位、リュウ。
95位アサマ、94位セイヤマッチ、93位カズニャ、92位ルキア、91位ノーさん、90位ミヤ、89位ヤマ、88位ユカチ、87位サカリョウ、86位マサヒロ、85位チアキアットマーククロメタ、84位ヤッス、83位ユッチ、82位たまご焼き、81位泉、80位 LICHT、79位ルロイ、78位ケビン、77位、アルペジオカモト、76位リルレ、75位リオン、74位タカピー、73位グミ、72位キボリラクーン、71位ニック、70位宮沢、69位 PJ、68位ザッキー、ショーありがとうくまちゃん、ありがとう。67位オレンジ、66位屋根の上のギター弾き、65位ミキサー車、64位トール、63位モリモン、62位 FG5SK、61位あっちゃんあゆみん、60位昼カレー、59位にんじんエキス、58位テチテチ、57位明太昆布、56位オルト、55位ナナペチ、54位よっちゃん、53位なんだっけこれですね、常闇ふむいん、名前なんか混ぜない、常闇ふみかげ、常闇ふみかげ、覚えちゃったやばい、52位ゆぽ、51位こうた、50位まきまき牛牛、49位はるにゃん、48位ともや、47位きゅうろくろ、46位てるる、45位ドア、44位じゅったん、43位くまみん、42位ゼロ七ハート、41位 Y に、なんかこういうやつカクカクみたいな、40位かぼちゃ、39位 HLSQT0、 38位たくみ、37位イコール AGE ハーあげはか、46位青、36位青35位ラウト、34位おおおおお、33位ルンタン、32位ふくん腰、腰が痛い、らしいです、腰痛、31位WAP ワップ、30位タケ、29位シン、28位ユー、27位クーロ、26位ユーゾー、25位キム、24位ユースケ、23位KIHEL、 22位ケンネ、21位トッシー、20位ショーマ、19位アヤちゃん、18位エンドア、
17位あいみ、16位あき、15位あゆえみ、14位ちゃんゆみ、13位あーただけのあーしハート、12位かれん、11位のあにゃん、10位紅茶レモン、9位ブルー、8位かり、7位なちゅみん、6位 FJ、 5位クレ星人、4位マッコイ、3位渡辺、2位さえにゃん、1位はドゥルルルルじゃん、何やってんだ西村、イエーイ、ありがとう、みんなたくさんしてくれて、西村おめでとう、おめでとう西村誰って言われてる、誰でしょうありがとうみんなね、100以外にもねたくさんの方がねプレイしてくださってありがとうございます、みんなね、もうなんかね、もうこれからはこの勢い、以降の以上にね、マッチング、違う、以降の以上パズルでマッチングができるらしいので、あゆみもやる時があると思うので、ぜひ対戦よろしくお願いします。もっとたくさんいるね、ありがとうね、ぜひこう時間がある時とかにねしていただけたら、ちょっと今の時間ちょっと暇だなって時とかやってくださったら嬉しいです。じゃあ今日もねありがとうございました。マッチング、あら、ごめん、なんか押してたわ、すいません、声がもうそろそろね終わりに近づいてきて、今日もねたくさんオンラインお話し会からショールームもこうやってね、今日2回、何喋ってたの、なんかね、いやもうそろそろ終わりに近づいてきたねみたいなこと言ってたけど聞こえないって言われたから、そうそうそう、今日もねありがとうございました、たくさん交流してくださって、脳に直接声が流れ込んできた、来てたすごいね、じゃあなんて言ってたか分かったんだね、すごいな、あ、そう、明日もねオンライン、明日はオンラインサイン会が夜の8時20時からなのでお待ちしております、行くよって方カキカキさせていただきます、いや行きます、お待ちしてます、
交流ありがとう。これからもあなただけのアーシとして頑張るけどね頑張ろうね、お互い。ねえ、お疲れ様、ありがとう。お疲れ様です。たくさんコメントありがとうね。楽しかった。ショーありがとう。キラキラ星さんありがとう。最近あごにニキビができた、なんでだろう。明日から月曜、月曜また明日からね、学校とかお仕事とかいろいろねあると思うから頑張って、ファイティン。頑張るよ、頑張ってね。ファイティン。明日学校最後か。やっぱ学校もね、いろんなね、いろんなことがあってね、やっぱね、でもやっぱね、いい思い出だよね。月曜サイン会もあるし頑張る。そう、サイン会じゃお待ちしております。明日はサイン会じゃランキングを、ショールームの方のランキングを読もうかな。じゃあランキング読むね。お、ランキング変わった？いい感じかな。じゃあ13位、純吉。12位、ヤッシー。11位、タケ。10位、渡る。9位、トッシー。8位、ケンネン。7位、ショー。6位、レグルス。5位、クマプー。4位、ルイルイ。3位、歩みの奇跡、セッキー。2位、カイト。1位はドゥルルちゃん、歩みだけのまさみん。ありがとう、たくさんありがとう。いつの間にか団長乗ってた字は。今日はたくさんねお話ししてくれてありがとう。みんなギフトもたくさんありがとう。読めてなかったらすいません、いっぱいありがとう。こちらこそ。今日も幸せすぎる一日だった。こちらもお話し会買います、買わせてください。待ってる。 Twitter フォローよろしくね。楽しかった、よかった。
ちょうさん、お話から出ていきます。連番。連番で。今日もね、バカがね、さらにバレちゃって。来週なんかね、ちょっとね、わかんないんだよね。すごくバタバタしそうで。なので、こうやってゆっくり配信が今日できてよかった。パズルでね、そう、マッチできるっていうのをね、今日知ったのでね。本当に今日ね、オンラインお話し会にね、来てくださった方と、ショールーム来てくださった方、ありがとうございました。いい時代に生まれたね。確かにね。じゃあみんなも、ゆっくり休んで。明日に備えてね。今日のお話しかいけなくてごめんね。ピエン、また次来てね。配信延長でそんな楽しんでいただけてよかった。日付が変わる前にね、寝れたらパッとね、早めに今日はね、ゆっくりもうみんなもね、休んで明日早起きだよって方もいると思うのでね、でもいっぱい寝ましょう。寝れる時に寝ようね。じゃあ今日もありがとうございました。バイヤバイヤー、おやぼみー。ちょっと告知することないっけ、確認させて。大丈夫か、大丈夫かな。おやすみ。じゃあそうだね、 YouTube 配信3月29日の金曜日19時からね、ニアジュイで2周年のお祝いを一緒にしていただけたら嬉しいです。みんなね、お話が申し込みつからまだわかんない。ぜひね、一緒にお会いしていただけたら嬉しいです。じゃあバイバイヨン、おやぼみー、グッナイ。ハワイ中継やばい。おやぼみー。じゃあね、今日はありがとうございました。バイバイよー。